sweet. これ難しいですよね。ジャッジするのも。あ、このメスもいいですね。このメスもいい。このメスかあのメスか。あのメスがいいな。まあ僕はですけどね。だからジャッジがどれを選ぶかわからないですけどね。ちょっともうずっと右手で持ってると右腕が疲れてきて動かなくなる、動かなくて痛くなってきたんですよね。それでちょっとね、左手に持ち替えて腕をちょっと一回振ってみたりなんか今しています。時々なんか画面が揺れたりとか、なんかその変なおかしな動きになるときは何かやってるときですね。すごいお祈りしてる人です。あ、いや、この犬いいと思いますよ。この20番の犬、これすごいいいと思います。メスではこの犬もう絶対すごい一番いいんだ。いや、僕はそう思うからです。これ分かんないんですよね、これジャッジが選ぶのと、それとジャッジが選んだ犬が正し本当に一番いいかどうか分かんないですからね。このジャッジはこの犬を選んだ、別のジャッジは別の犬を選びますからね。だからその必ずしもジャッジが選んだ犬が一番いいって決まっているわけじゃないです。だからジャッジが選んだ犬と違う犬が自分がいいと思ったからといってなんか自分が間違ってるとかそういうわけではないですよ。僕のこと言ってるわけじゃなくて、皆さんがそう読書で見るときにその自分がそのいいと思った犬が選ばれずにその違う犬が選ばれたからといって必ずしもそれが間違いである、そのいい犬を見間違ったというわけではないということを一つお考えになっていただきたいなと思いますね。以前は僕もそのジャッジと違う犬を自分がいいと思った時に ジャッジと違う犬を選んだ時になんか自分の好みが間違ってんのかなとか思ってたんですよ。 2年ぐらい前までは。でも
もうね、ずっと何度も何度もずっと見てるとドッグショーを、その明らかにこの犬がいいっていうのを選ばないといけないんですね、ジャッジが。ということはもうジャッジが間違ってるに違いないと思ったわけですね。なんかすっげー暴れてる。いや、あの20番の犬がいいんじゃないかな。これ多分メスで何頭か選ばれて、あね、あ、そう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 、ね、あの20番のあの犬、絶対の20番。しかしね、そのなんか選ばれるとなんかその選ばれた犬がよく見える場合がありますよね。あれはちょっと不思議ですよね。自分ではその選ばれるまで、ジャッジが選ぶまではその犬がいいなんて思ってなかったのに、ジャッジが選んだ途端にその犬がよく見えたりするんですよ。そういうこともありますね。とてもそれ不思議ですよね。ああ、さっきのオスの犬たち入ってきましたね。だからメスの選ばれた犬たちと、ああ、ザック入ってきましたね。オスの選ばれた犬たちとメスの選ばれた犬たち、そのエクセレント、エクセレントの犬たちがそのあ戦うんですよね。あ、この犬もいいですよ。この25番のこの犬もいい。でも僕の個人的な意見としては、わかんない。もう遠くにいる犬はちょっと見えないかわかんないですね。いや、この20番のメスもすごいいいですよ。その別にメスが選ばれてもいいんですが、でもまあニューファンの場合はオスでしょうね。それはもうメスとオスじゃもう全く違いますからね。オスとメスのあんまり違いが、ね、ない犬種もあるわけですよ。例えばウエスティなんかは、ウエストハイランドホワイトテリアは別にオスもメスもあんまり変わらないですからね。そういう場合はメスが選ばれたりとかすることもありますよね。ニューファンはやっぱね、超大型犬で体が大きい方がやっぱ魅力的に感じますからね。うわ、この15番の犬、これすごいいいですよ。この15番の犬、マジで。どうかな、ちょっとわかんない。もうわかんない。全部いいです。全部いい。この犬すごいいいですよ。この犬。この後ろの犬もいいですよ。この後ろの犬もいい。まあザックもいい。ザックもいい。まあ、だからここ押すのね、これ全部ずらーってこれ全部すごいいいですね。いや、わかんないな。どれが選ばれるかな。ジャッジ感覚すげー見てますね。これ見てる。どの犬選ぶ。
この辺すごい、あ、分かる分かる、あの15番、そうそうそう、あ、ザックも選ばれた。やっぱり24番ちょっとね大味なんですよね。見てたんですね。二頭ずつ走らせて見てたんですね。に選ばれたのかなと思った。多分。ああ、わかる。オスの15だね。オスの15、メスの20ね。そのメスの中でも想像してなかったメスが選ばれましたね。マジで、あの犬が選ばれるんだ。うわ、すごいな、びっくりした。うわ、すげえな、これ。ちょっと待って、メスが選ばれたよ。あ、これ。多分飼い主の家族かなんかなんでしょうね。すごい抱き合って喜んでますね。わお。すげえ喜んでます。すげえ喜んでます。みんなすげえ喜んでます。この前の席に、ね、陣取ってたんですよ、みんな。あれなんで、すごいな、メスが1位に選ばれた。信じられないな、メスが1位に選ばれた。いや、まあだからね、そのよしよしっていうのはね、ここがやっぱちょっと違いますよね。わかんない、いや僕にはわかんない。僕だったら絶対、僕がジャッジだったら絶対オスを選んでますね。もうそれはもう間違いないです。でもプロのジャッジが、ウェストミンスターのジャッジが選ぶんですから、そりゃあ多分あのメスがすごい良かったんでしょうね。僕にはちょっと分かんなかったけど、いやすごかった、今の興奮した。それであのオス2頭が、2位3位だったのかな。あの15番だっけ、あれ3位でしたね。いやー、びっくりした。よし、ちょっと終わりますね。